こんにゃくがうちの、はい、一番のおすすめなんですけど、私の父の手作りこんにゃくなんですよ。すいません。おはようございます。おはようございます。少しお話聞いてもいいですか？はい、どうぞ。お巻き寿司とかお弁当とかお惣菜とか。お弁当、はい。あなたは真面目ですか？真面目と自分で思います、はい、これと決めたら自分が納得いくまでやりたいなっていうのがあるんですけど、はい、こちらが一番の人気商品なんですけど、はいはい、私の兄が巻く田舎巻き寿司なんですが、なるべく久間高原町さんの食材を使って手作りしています。これは白ご飯なんですけど、温かい白ご飯をその場で詰めるんですよ。あったかいご飯が、はい、冬場は特に、はい、喜んでいただきます。おでんもあります。中のこんにゃくがうちの、はい、一番のおすすめなんですけど、私の父の手作りこんにゃくなんですよ。お昼ぐらいには結構なくなったりとか。そうなんですか。いただきます。いつも食べるよりなんか歯ごたえがすごくあって、うちは生のお芋から茹でてミキサーにかけてっていう手作りしてるんですよ。こちらのマイクを取っていただいてですね、はい、カメラに向かって愛媛県民の真面目さをアピールしていただきたいんですけど、愛媛は自然も豊かで、食べ物も美味しくて、人も優しくて、いいところなので、ぜひよかったら遊びに来てください。真面目愛媛。緊張します。